レントとカウンターズ連合苦難の末、ついにアークにカムバック。うわ、ここまで来るのに本当に死ぬかと思ったよ。やっぱり地上は甘くないよね。ということで、地上奪還のためにいつも努力している指揮官のお兄ちゃんとその仲間たち、ありがとう。よし、じゃあ本題に戻って、みんな、私たちが地上でどんな特別な宝物を持ってきたか気になって、喉からチップが出るほどでしょう。この瞬間をみんなと共有したくて、わざと互いに持ってきたものを見せなかったのよ。でもついに待ちに待ったオープンの時が来たよ。まず私、ドラ・ヤンのタレントから、続いてイケメン指揮官のお兄ちゃんとカウンターズが宝物をオープンするね。じゃあドラーから始めてみよっか。私は重さを考慮してデータチップを優先的に持ってきたの。そして虫に食われたリンゴのマークがある電子機器も一つ。なんとなく目がいった。電子機器の事業者だからかな。うちは主にガッテシアムを持ってきたで。ガッテシアムはどんな製品にも使える素材やんか。だから新商品の開発にも使えると思ったんや。ちなみにルピーが持ってきたのは、第一次進行期の前に作られた限定品のブランドバッグと同じ時期に作られたブランド時計よ。多分ロイヤルロードのオークションにかけたらすごい金額になるよ。じゃあ続いて、最近人気急上昇中の地上奪還分隊カウンターズの宝物を公開するよ。私は正直よくわからなくて、ラプチャーコアをいくつか拾ってきたの。研究所にいい値段で売れるよねこれ。残念だけど、これただの鉄の玉じゃないの？何？ラプチャーコアだとこう動力源とかもあるし、固有のパターンも刻まれているのに、この子には何もないじゃん。じゃあ私のは、なんと結婚式で打ち上げるハイテクノロジーの超小型ロケットです。火力を心から愛するカップルが結ばれる時のみ使える、すごく特別でロマンチックな花火セット。はい、まさにそんな名前です。ではラピは？実は私もデータチップを持ってきたけど、戦闘中になくしてしまったみたいね。なんやこいつら、金持ちになる気はあるんかいな。ちょっと雰囲気が悪くなりそうだから。おい、いくら護衛担当だとは言っても。放送はここまでにするね。こんなことしかできなくて地上に何しに行ったんだ？じゃあチャンネル登録と高評価、いいねを忘れないで。こいつらに半分は多すぎるんちゃう？次の放送も絶対見てね。なあ、口があるならなんとか言って。速報です。ミシリスの主演代表がこの後9時に重大な発表をすることを明かしました。ああ、記者の皆さん、そしてアーク市民の皆さん、元気？最近ミシリスについていろいろと余計な心配かけたと思うけど、例えば総力戦に参加しなかったのはラプチャーと内通したからだとか、ミシリスがわざとメティスの侵食を放置しているとか、まあ不安な気持ちもわかるよ。命令を聞かないニケの前で人間は無力な肉の塊に過ぎないから、だから今回は特別に気が立っている市民の皆さんのために、侵食されてたメティスが完全に復活したことを公表するわ。みんな出てきて。
それまでヒーローの不在で怖がっていたのならもう安心していい。私の輝く正義は侵食なんかに負けない。地上を奪還するその瞬間まで永遠不滅なり。その通りだ。もともとヒーローは倒しても倒してもゴキブリのように戻ってくるのだから。二人で言う内容を統一してくれない？あれはメティスです。メティスが復活しました。ついに主演社長が記憶消去を求める市民たちの要求を聞いたのでしょうか？そんなわけないでしょ。あれは記憶消去なしで復活させたの。納得できないよね。わかるわ。これまではニケがラプチャーに侵食されると3時間以内に記憶を消去して拡散を防ぐしかなかったから、それは会社にはもちろんアーク全体から見ても膨大な損害だったの。これまでニケが築いてきた情報をノウハウを直感と知恵を侵食なんかのウイルスを退治するために全部なくしてしまうなんてもったいないでしょ。しかしそれはもう昔の話よ。今回我々ミシリスの研究チームが開発した独自の技術アンチェインド、これさえあれば我々人類はやっとニケを侵食にも屈しない最強の兵器に作り上げることができるんだから。師匠、昨日のミシリスの記者会見見ました？じゃあこの記事を読んでみて。ありえないでしょ。アンチェインドが自分たちの独自技術だという冗談はさておいて、なんでアンチェインドがあのクソガキの手に渡ったのよ。まさか主演が他のアンチェインドを見つけたわけじゃないですよね。私たちが持っていたアンチェインドはマリアン、いえモダニアと戦った時に使ってしまったじゃないですか。厳密に言うと撃ってから回収する暇がなかったわよね。ちょっと、まさかあのクソガキネズミみたいにどこかこっそり隠れて弾丸を持っていったんじゃないの？はあ、本当に卑劣ですね。同感よ。でも全否定は難しいのも事実。とにかく主演はあのアンチェインドでメティスをまともに復活させたし、私たちもおかげで希望が持てる。これからは侵食されても自分を失わずに済むという。私も頭では理解できるんだけどさ、でもあのアンチェインド弾丸は私たちのものだったでしょ。私たちが死ぬほど苦労して手に入れたのよ。それを主演に盗まれて黙っているのはちょっと。そうですよ、悔しいです。私も黙っているとは言ってないわ。指揮官、アンチェインドをこのまま主演の手元に置いておくか、それともどんな手を使ってでも取り戻すか、最終的な決定は指揮官がしてください。ああ、だか
からアンチェインドを返せって。いや、私もそうしたいけど、返すアンチェインドがないんだよね。リオン、信じられないって。私たちが入手したアンチェインド弾丸はメティスの妊婦を除去するために全てを消費、正確には妊婦を破壊する革新的な成分が崩壊し、もはやアンチェインドとして機能していない状態です。謝罪の意を込めて所定の報酬を支払いますので、これでももらって消えなさい。何をだ。ああ、それね。株価の回復には新技術の発表が一番だから。アンチェインドはまあこれから探せばいいし、その間に侵食の治療依頼が入っても、侵食治療の費用を2系1機の製造費用より高く設定すればいいだけ。そうなると割に合わないから相手も治療を諦めるだろうし、株価はこのまま高止まりするだろうし。うわー、自分で立てたプランだけど本当に傑作だね。え？だから何？まさか私を訴えるつもり？キャー、怖ーい。アークの訴訟はアークにとってどっちがより価値があるのかの争いなんだけど、大企業のミシリスを率いる私と一指揮官に過ぎないお前、法がどっちの手を挙げてくれると思う？じゃあお前なんかに何ができるというの？はあ、今の聞いた？ディアン、頑張れ。何？わあ、ここまで来ると本当に頭がおかしいね。おい、お前、本当にそこまでしたいの？私がそこら辺に転がってる弾丸を拾って価値のあることに使ってあげたのに、そこまで私の足を引っ張りたいの？わかった、わかったから、くだらない喧嘩はやめて協力しましょう。どうせアンチェインドを探すのは私も一緒だし、手を組んで探索しましょうよ、公共の利益のために。どう？兵力も物資も好きなだけ出してあげるわ。だから一つだけ、独自技術に関するものだけ秘密にしてくれれば。あー、すっきりした。主演のあの間抜けな顔ったら、家宝にしたいぐらい素敵な表情でした。あ、指揮官が言った第二のアンチェインドをどこから探せばいいか考えていました。実際私たちも運よくアンチェインドを譲渡されただけで、その物質の出所については何も知りませんから。ふーん、とりあえずスノーホワイトに連絡してみたらどうかしら。最初にアンチェインドをよこしてくれた張本人でしょ、きっと何か知っているはずよ。どうですか？エブラ粒子の濃度が高いエリアにいるかもしれません。あの粒子は通信を妨げますから。こうなるとダイアンはスノーホワイトが該当エリアを通り過ぎるのを待つか、こちらから彼女に会いに行くしかありませんね。
ただ待つのはいつ会えるかわからないでしょ。待ってる間に暴露もうやむやになるかもしれないし、主演が汚い手を使わないという保証もない。はい、主演と協力？聞き間違いじゃないですよね。私たちが地上で第二のアンチェインドを探して持ってきたら、ミシリスがその技術力でアンチェインドを量産すると悪くない計画よね。うん、問題は相手があの主演ってことかな。アンチェインドがミシリスの独自技術じゃないということを私たちが知っている限り、あのクソガキはいつでも私たちを裏切るよ。口止めのために。本当にそれでいいの？はぁ、指揮官様。これまでは指揮官様の言うことは何でもおとなしく従ったけど、これはちょっと。もうそんなことを言ったら反則よね。じゃあ決まりですか？ええ、どうなっても知らないんだから。ただしこれだけははっきりさせようよ。主演、あのクソガキがしてくれるという支援、それが本当にこんなリスクを負うほどすごいものなのか知りたい。何言ってるんですか？今アンチェインドを一番必要とするのは主演ですから。まさか変な子をつけたりはしないですよね？それはわからない。相手が相手だけに。